はい、皆さんこんにちは、アリソンチョです。私はディズニーが大好きな人なんですよ。子供の頃からずっとディズニーの映画とかを見てて、しかもディズニーワールド、東京ディズニーシー、東京ディズニーランドなどに行ったことあるんで、はい、結構好きですね、私は。ということで今日は、ディズニーのキャラクターを描くチャレンジをしたいと思います。ということで今日は、この東京ディズニーランドの、イースターの缶を用意して、この中にはいろいろなディズニーキャラの名前を書いてある紙にねはい、でそのディズニーキャラの名前をここから引いて、そのディズニーキャラの写真とかを見ない形で、はい、拡張戦したいと思います。これからは頑張ります。 I think I'm probably gonna change to English a lot today. The first one. じゃあ number one いくよ。あー、これちょっと怖いわ。OK。じゃあ最初はバンビーよし、じゃあどっから行こうか。ちなみに私はね、絵を描くときにはなんかやり方が全く違ってね、すみません、本当に。なんか普通にはね、なんか丸を描いて、でこの線なんか十字を描いて、そっから目をダダダダダ、そういうやり方が正しいですけど、私はねそれ全くしてませんそう、私には多分なんかどうしよう、花から花を描いて、で花ちょっと違うからちょっと曲がってで、なんか多分こう、あ違うな、こうじゃないですか。で、口を描いてまあ全くバンビーではないんですけど、まあまあかわいい、かわいいでもで、ね、We're doing a rough sketch here. タラーバンビーイエーイ。あ、wait. まあ、日本語版見てないですけどね。いつも、まあ、英語だといつも bird、なんか初め、最初のなんか言葉ね、バンビの。ね、なんかいつも bird 言ってるね。bird。これからちょっと楽しくなると思うから、iPhone の写真を見ながらちょっとだけ書いてみたいと思います。どうなるんですかね。まあ頑張ります。はい、じゃあこうしてね。最初はね、耳ではないわ。耳ではありませんね。ね。たらー、ベンビーD でもないですか。はい、終わりそんなにうまくないですけど、まあこのやつよりいいと思いますバッ、はい
はい、次は。Tito。日本語の名前わかりません。オリバー、ニューヨーク、子猫、物語、多分。英語だと Oliver and Company と呼ばれています。ティードは犬のキャラですね。チワワ。行こうか。これ絶対にできないな。違うね。なるほど。そうじゃなくて、なんかこう行こうか。難しいわ。難しい。できないよ。まあできない。できない。なんかバンビとそっくりじゃないですか。それはバンビ。バンダンつけたバンビだけ。Why can't I do this? No, what's wrong? what do I do? Is it here? Can I give him like a comically skinny like cartoon neck? And then he's got like a collar or something? I don't know. T-I-T-O question mark. まあ言い訳なんですけど、この映画を見たのはすっごい久しぶりなんですよ。なので、はい、このキャラ描けません。はい、言い訳終わり。こう、いつもなんかいつも鼻か目から始めて、なんかその周りに描くみたいな形をしてますけど、じゃあこうして、okay, and then you use a tail.Tito! Ta-da! That's fine. yeah, まあ。そんなに悪くない。はい、次に行きます。やっぱり緊張するな。緊張するから難しくなる。Can't do this. Okay. 次は、Turk. Okay.ターザンの友達でしたね。やっぱりこれ全くできませんね。できませんね。タークってなんか髪型がなんかこのようになってて、で多分こんな感じかな。まあ。ゴリラ見ますか、みんな。まあ、ターク全くじゃないですけど、まあ、ちょっと見るとなんかゴリラかなと思いますよね。多分。はい、Turk! はい、Turk です! たらーん! よし。Turk の写真見ながらできるかな。まあ、最初から名前書くと、このキャラのエネルギーを持って、もっとうまく書けるかな。そうしよう。はい、じゃあ
とりあえずこの目悪くないよ、悪くないよ。This is my self-portrait. It looks like my self-portrait. Okay, and yeah, and then that. And then like this thing. Hi, Turk. まあ多分ここの辺がちょっと高すぎるけど、まあ名前のせいで。でもいいんじゃないですか。多分これでいける。これでいける。Turk。Turk です。はい、ということでアリソン・ジョーでした、ディズニーキャラクターを描いてみてよく失敗しました。あ、皆さんご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価登録をお願いいたします。皆さんディズニーキャラクターの中にはどれが好きですか？ぜひコメントで教えてくださいね。ちなみに私のね、やっぱりアリエルなんですよ。アリエルってめっちゃ歌うことができるし、そういう点が好きです。それではバイ。